や。大ちゃんさっきまで寝てたからね、本当に。ちょっと目が腫れてますものね。大ちゃん目腫れてるって。みんなにおはようしてごらん。おはよう。うん、かわいい。機嫌はもういけない。機嫌はいいよね。寝起き一番いいね、子供。大ちゃんね。スパッと起きるよね。機嫌はいい。イライラしないのよ、起きても。可愛くなったの。うん、そうだね。可愛くなったの。すごく可愛いよ。タレちゃん何しに来たの？ママと一緒に来た。ママと一緒に来たの？あ、ママと一緒に来た。何しに来たの？何するの？ママと来た。注射。注射。注射？注射するの？注射。そう、夏目くんに引き続きね、アレルギー疑惑がありまして。あ、そういうことか。そう。コロナ、ね、コロナ療養中にね、うち犬飼ってるんですけど、はいはいはい、触ってたらタレちゃんがなんかもうお岩さんみたいな顔になられまして、はい、あれとびっくりしたよね。びっくりした。一応その時の映像がございますので。ああそうなんだ。どうぞ。みんなでゆび家のチョコちゃんと遊んでたんですけど、タネちゃんがね、顔中ブツブツが出ちゃって、犬アレルギーなんかな。パパとママどうですかね、犬アレルギーがある？わからない。え、わからない。採血は？あ、ママがある。なんでだろうね。すごい寝てる犬飼っとって、うん、かゆかったけん、毛が寝てないってことで、あー大丈夫だったかもしれん。あとトイプードルを飼ったんだから。 あんまり気が抜けん、一番気が抜けない犬種だよってことで、うん、それも犬飼いたかったね。トイプードルにしたんだけど、タネちゃんはダメそうだね。うん、ちょっとまた採血してみましょうかね。今までなったことなかったんだけどね。ちょっと弱ってたのかな。だってうちの子とめこ変わっても大丈夫だし、チョコちゃんも触っとったもんな、前はな、ね、あでも、まあ、触るって言っても多分ちょこっとですぐ手洗ったりしてたのかもしれないし、うん、今回なんか結構抱っこしたの、がっつりギュッてして、ね、一緒にトリミングしたりしたね。あ、トリミングってあのこうやって、うん、ブラッシングだね。ブラッシングか、あーなるほどね。そしたらやられちゃったんだ、撫でるだけとかじゃなかったんだね。ガッツリ押せる。ブチブチしてるじゃない。スカートをやめてたんだ。フラワーのドレスが、お気に入りのドレスが。ってことでタンちゃんはワンワンの犬の採血しようか。タンちゃん、うん、よし。犬っていう項目であるの。犬っていう項目。犬はね、犬のね、うん、皮膚というかフケみたいなのに反応するかどうか、うん、ただあとは、うん、あのワンコにはおそらくダニハウスダストはいっぱいついてるはずだから。ダニーこっちー、しょうがないよね。そっちの毛があると思ったんで、あるかもしれない、うん、まあ一応それもチェックとだけ。ダニハウスダスト犬、まあ、猫もまあついでだからね、ちょっとしてみたらいいかなと思う。あ、猫レモンも反応あるからさ。あ、うち猫は結構ある。ママも多分猫はある。お、猫とかあるのに家に実家に猫いるの？猫いるの。いるけど、だから猫専用の椅子みたいなのがあって、そこには近づかない。ああなるほどね。そこはもう猫の、そう、猫の椅子がいっぱいある。猫もなんかわきまえてんのか、そこの椅子に基本座る。そういうことか。賢いなぁ。で、たーちゃん一緒に採血してみようかね。たーちゃん、誰にチクしてほしい？パパがいい。昨日からずっといけるね。今日ね、猫ちゃんパパ、ママがいいと思うんだけど。あ、ママはどう？検査技師さんだよ。ママがチェックしてもいい？これタネちゃんはまたえらい難しそうなんだが、ね、夏目くん引き続き、まあぶっちっちだね。ちゃんもできるの。パパができるの。パパにね、できるの。やっぱりパパちゃん、パパがいいんだね。必要があるみたいで。ありますか皆さん、ここです。見えとるけど深さが難しいな、このうち。あ、ここでやってみたいの。いいよ、大人みたいにやってみる。あ、肘でもいいよ。肘でも
もう3歳になっとるしな、うん、ブリブリ出てきちゃうじゃないか。こうとかありそうな雰囲気。ありそうな雰囲気あったね。ここでやってみようか。ね。じゃあ準備しますか。はい。分かってるの、その自分からこっちがいいって。そうだね。じゃあレッツ。サイケル。はい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 。はい。じゃあ今日はタネちゃんが肘でしたいということで、こちらの浴場シーンでいきましょうか。できるそんなやってみる。肘でしょ、肘はこれでしょ、やっぱり。もうね。ね。ここでするんだったら、あの針だけをキュッと刺してね、ポタポタするんですけど、今日は肘なので、これどこ。肘はけど、マジわからんけんな、これ。見えんだ。ね、ありそうだけどな。なここ。そこな、わかったわかった。ちょっと待って、ゴロンする。ちょっとゴロンしてみて。よいしょ。出してないんだからね。ないよ。普通で転がってするもんね、ちっちゃい子はね。ちっちゃい子はね。肘でもなんでもね。で一応こうやって2人で押さえて。いいタンちゃん頑張るよ。チャラチャチャラチャチャンチャラチャチャラチャチャン。怖いなタネちゃん。チャラチャチャラチャチャン。動かんやん。後ろタンちゃん。こっち見といていいよ。ママ見てごらん。やっほーって。一二三。よし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 。一二三。よし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 。タネちゃん。結婚したな。終わったよ。タネちゃん。タネちゃん終わった終わった。終わったよ。大丈夫。タネちゃん頑張ったね。見てみて終わった終わった終わった。タネちゃん頑張った。何買ってもらおうか。なんでだよ。何が欲しい？欲しいものない？でもすごいよ、動かんぞ。ポテチ買う？ポテチあって食べる？ポテチよりアイスクリームじゃないか。アイスクリーム？食べような、うん、チョコのアイスって言っとったが。チョコのアイス？チョコアイス食べる？チョコのアイスね、昨日食べると思ったら落ちなかったの。ちょっと待った、牛脂でいい？ひかちゃん、はい、終わったね。もう終わったよ。あ、でも折り込みだった。これ見てたんじゃん、ビューってほら、ビューってこっち、ビューって。タネちゃんの血だよ。血がビューってなってるでしょ。タネちゃんの血は綺麗な色してるね。はい、オッケーでした、タネちゃん合格。なかなかいい子だったと思いますよ。そうですね、なかなか頑張りました。最初だけちょっとびっくりしたけど、最初ね、あとはね、針刺す瞬間はどうしてもね、まあ痛いわな。終わった、もう終わり。はい、じゃあちょっと C を貼るんでしょうね。はい、せーの、はい、頑張った、起きできる、起きれる、よいしょー、頑張りました。はい、ということでタンちゃんは今日頑張ってくれました。痛かった？ちょっと怒ったね。怒ったの？誰が悪い？そんなこと言う。パパが悪いね。パパ上手だった？何個しようか。パパが悪い。涙が出るわ。チョコアイス食べようね。頑張ったな。ローソン行く？うん、よし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 。でもこれでね、アレルギーかどうか分かると、まあ、対策のしようが。そうだね。うん。Okay。犬とかを風呂に入れるときにはタネちゃんを入れられないとかさ。うん、そうだね。ちょっと透明からね。トリミング担当はヒカルに任せようと。私？私？今日朝は梅ちゃん泣いてたからね。朝起きたらヒカちゃんがいないって。もうね、1週間もいたからさ。そう。なんか保育園でも泣いとったって言ってた。ご飯食べてたら梅ちゃん涙が出ちゃったのって。ヒカちゃんがいないから。何が普通かわからなくなっちゃって。俺のは普通だったもんね。そらおらんよって。幼児は違うけどね。あの、他の子たちは泣いてない？他の子たちは割とケロとしてるね。なっちゃんがちょっと、ヒカちゃん今日クールだ。じゃあイチゴか。あ、今日もうコントもよ。はぁ、いや、なっちゃん会いたいんかな。会うと結構ドライだよ、彼は。とどれ、あ、来ただ。スイちゃんとかはね、いや、ヒカちゃんって言ってね、来てくれたりするしね。
まあもうボンだな。うん。お墓参り行かれますか？ひかちゃんは草抜きだと行こうかと思っちゃうよ。わかんの？わかんの？多分日に焼けると思う。もうこれ以上焼けんだろお前。まだまだ行くと思うよこれは。行きます？今度後ろ側焼いとこうかなと思って。差があるけ。確かにね、ちょっと T シャツ焼けしてるよね。だいぶね。ああ確かに。今日はランニング。本当だね。結構ここに線が。はあ、今日この格好で外に行こうかな。足も完全に T シャツ焼けでしょ。みんなねやっぱね。今日暑いよ。今日暑い。そうなんかね T シャツも嫌だなと思ったの。うんうん。これも嫌だよね。俺寒がりなのにこれ着てるってことはよっぽどだからね。まあでも夏らしいよね。うん、いつも長袖着てて。まだかさ、あんまり登場しないからさ、こう畳じわが結構。畳じわがね、今日結構。これなんかね、こういうシワついてるから、おっぱいみたいな、おっぱいじわみたいになってるわけよ、こう朝からさ、手アイロンとか言って、こうやってやって自分でこうやってやってね、伸びろしてんのよ、これ伸びないのよ、ほらこう胸筋のなんかこう、なんかねそうなんよ、ちょっと畳じわがついちゃってるんだよ、うん、ね、まあちょっと伸ばす意味でも今日は着てね、うん、そう、もうちょっと活躍させてあげて8月、はい、やっぱ過ぎたらちょっと気に入ってなる、ね、ということで、はい、何の話だったかな。かいちゃんも頑張りました。はい、頑張ったね。じゃあこの後、結果発表はまた今度かな。これもちょっとボンがあるから時間ちょっとかかると思うからね。この前に夏目くんの結果が出る。あ、そうかもしれない。夏目くんが、この後説明できるかもしれませんね。そうだね。ということでみんな、バイバイ。バイバーイ。かいちゃん、バイバイして。ブルー、ブルーになっちゃったね。アイスクリーム食べ行こうか。アイス食べる？食べるの？あ、美味しい。いいよ、タネちゃん特別ね。あ、じゃあねー。バイバーイ。タネちゃん。なーに？チョコアイス買ってもらったよね。見せて。これ。はい。注射頑張ったもんね。うん。タネちゃんチョコアイス大好き？うん。食べようか。よく頑張りました。本当にチョコアイス買ったね。うわ、でっかっ。あ、チョコまみれになりそうだ。もうついてる。タネちゃん、いいよ、パク。なんでチョコだけめくれる。おいしい？うん、よしよし。よく頑張りました。いかがだったでしょうか。はい、あ、これはそれこそなっちゃんの結果でございます。そう、今日はタネの検査をしたけど、夏の結果を発表する、はい、訳が分かりません。1個前の動画見てね。1個前の動画、夏が卵アレルギーかもってことで、生卵食べると意見だった。吐いて。いやでも生卵だけかと思ってたけどさ、この間は、なんか火が通ったやつ食べてもちょっとなんかゲロっとった。あ、ゲロだった。そうだったね。なんちゃん、おもむろに吐いてたの。うん、いやなんかすごい反応が出るわけじゃないけど、なんかちょっと、うん、ということで、パパさん結果説明をいいですか。なんちゃん、よし、じゃあ私がドーンと出しますかね。いいですか。ドダン、こちらです。見える？わからないな。見えない。パパさん、ほら、卵白ちょっとプラスに 0.97、 卵黄0、0.18、 オボムコイド0、 0.10 未満ということでございます。ちょっと卵黄にちょっとだけ、卵、まあまあまあ、けどオボムコイド火が通ったら本当に大丈夫ってことだな。そうだね。何、好き嫌いか。違うんです。あ、一応卵白は陽性のところまで線が残って、一応ね。ちょっとけど軽いな。軽いから、まあ、食べれそうな感じか、うん、今はまあ食わんでいいけど、そのうち食べられるようになるよ。そうなのかった、食べたいね。じゃあ、うわ、今はまあ生はちょっとやめとこうかね。卵かけご飯は食べれません。はい、いっちゃん禁止です。黄だけを使ってなんとかやった。梅ちゃん映ってないね。ゆで卵の黄身とって、だからゆで卵になったらもうオームコイドだから大丈夫ってことか。やっぱ生卵は卵白があるけん、
生卵のね、黄身だけ取ろうと思ってもね、難しいな。そうなんよ、どうやっても微妙につくじゃん。あ、無理だな。うん、卵かけご飯はなっちゃんは禁止。禁止。やっぱでも家族が食べてると欲しくなるし、いっちゃんも禁止。なっちゃんまで食べてきちゃった。夜な夜なな、夜な夜な夜中にお腹つくらいしね。卵かけご飯だからね。いっちゃんやるよね。いっちゃん1日何杯ぐらい食べてるの、卵かけご飯。最近、最近多い時、多い時は1日3杯ぐらい。いや、やばいやばい。朝昼晩だね。朝ごはん食べて、学校から帰ってきて食べて、で、夕方夜行く前に食べる。食べ過ぎだら。トマトも食べる。トマトも食べる。大好き。あんまり食べない。すごい勢いで食べるからさ、卵もトマトもいっぱい買うのよ、すぐなくなるから。ちょっと勢いがなくなったらさ、もう今あトマトだらけだ。トマトと卵だらけだ。食べてくれない。食べます、食べます。卵はさ、卵焼きしてくれたら私は食べたいわ。卵焼きが好きだから。それゆで卵して。でもやっぱ卵焼きもさ、しっかり火通さなきゃいけない。半熟じゃダメだ。半熟が好きなの、私は。半熟が好き。自分で作って。私しっかりが好き。知らんわ。なんでめっちゃみんなそれぞれ好みがあって。はい、はい、なっちゃん、ちょっとないよ。よいしょ、出た。 YouTube が終わったらガチャガチャしたいの。あのクリニックにあるやつね。いいよ、いいよ。その代わり注射だぞ。注射する人、注射したらしていいんだよ。注射した人のご褒美なんだよ、あれ。あ、すごい顔だった。やだやだやだ。しばらくないな、注射ね。本当だね。注射はない。泣きそうだった。注射なんかせんよ。今日ない。パパ大好きだから、梅ちゃんのこと。ガチャガチャもさせてあげる。甘いな。甘いな。じゃあいいですか。はい。いいよ。なっちゃん。ということで、しばらくはしばらくはいっちゃんも卵かけご飯は禁止と。温泉卵もなし。なしと。食べたがるのが問題よ、こいつが。食いしん坊だからね。覚えてくれたらいいのにね。これは吐くやつだってね。おいしいもんな。容赦なく食う。みんななんかちょっと反応が出たりしてるのは、気が通ってると思ったらちょっと半熟の部分があったりしたのかな。そうかもしれない、ね、確かに。しっかり火が通ってないと。クッキーとかは大丈夫だと思うんだよね。あ、オーブン。あ、食べてるしね。しっかり調理してあるやつはね。うん。ちょいちょいちょい。よかったよかった。はい、ということで、なっちゃんはまあ、気をつけながら、まあ、食っていきましょうと。タレちゃんはまた次回だね。タレちゃんの検査結果もちょっとしたら出るから、この間頑張ったな。ねー。犬と猫と、ダニとハウスダスト。お腹叩かれてるね。音が鳴ってるから。ポーポーポー。バイバーイ。バイバーイ。ガチャガチャ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 。